こんにちは。こんにちは。フリースピリッツです。はい。今日は今使ってるお財布私物紹介ということで、はい。今使ってるアンカーブリッジの L 字ショートウォレットをご紹介しようかなと思います。うん、これ、アンカーブリッジがすごい好きで、今。まあ、前からね、ずっと好きだったんですけれども、上品さと無骨さがちょっと両方感じられるっていう。ちょっとクールだけど、うんうん、どこか品があるっていうところですっごい好きなブランドさんで、とうとう、このアンカーブリッジのショートウォレットに手を出しました。ただ、すごい使い勝手良かったので、ちょっとご紹介させてください。はい、で、素材としては、今、アンカーブリッジさん側では、何種類か取り扱いはあるんですけれども、うんうん、今うちで取り扱っているのはこちらの本院社の馬革ですね。ホースレザーを、取り扱っていて、うんうん、色がベージュです。いいお色、めちゃめちゃいいお色ですし、なんかね、当たりの感じとかもちょっと使用感が出てきて、なんかいいんじゃないと最近思い始めてますね。で、アンカーブリッジさんのこの L 字のショートウォレット、ちょっと色展開が特殊で、うんうん、ベージュと、チョコと、あと最近ちょっと価格が違うんですけど、店舗でシルバーっていうのもお取り扱いが始まりました。うんうん、で、このベーシックのこのベージュとチョコの2色なんですけれども、もともとこの法院社の馬革ホースレザーがリバーシブルで、床面と表面と銀面と両方使えるような革なんですね。うんうん、で、ちょっと先に中開けちゃうんですけれども、この色展開、こっちのベージュとこの裏側の焦げ茶がこんな色なんですけれども、うんうん、ベージュが銀面で、チョコがこの床面を使ったお財布となっております。うんうんうん、なんでこう2個並べるとこう表裏っていう感じで、こう互い違いになるような感じになりますね。それも結構おしゃれだなと思って気に入ってます。形としてはもうシンプルな、L 字のショートウォレットでして、うんまあ、今使ってる使い方としては、もうカードをザクッと前のポケットに入れて、間にコイン、うんうん、ここにこう覗き込んで出すような形ですね。うんうん、で、お札を2つ折りで奥のポケットに収納してるんですけれども、ちょっとイレギュラーな使い方として、私はお札のポケットに一緒に定期も入れちゃってます。うんうん、で、なんでかっていうと、こっちにカードを重ねちゃうと、IC の定期がちょっと反応しづらくなっちゃうので、うんうんうん、もうこっちに避けちゃって、で、しかも縦に入れてます。うんうん、個人的には、小銭をこう出してきてみるっていうよりかは、こう寄せて、ここを大きく開けて、うんうんうん、こう見たいので、こっちの横入れだとちょっと芯になっちゃうんですよね。それでも全然見やすいって見やすいんですけど、個人的にはガバッと開けてみたいので、こっちの縦カード縦入れにして、こういう風に、うんうん、なるほど、はい、見てますね。へー、はい、ただ結構いいなと思ったのが、まあ、この形にすると小銭より見やすくなるっていうのもありますし、うんうん、カードめっちゃ入るんですよ。うん、きのちゃん結構入れてますね。もう束で見て厚みめっちゃあるんですけど、うん、今厚みのあるカード、プラスチックのカードと紙のカード含めて10枚ぐらい入れてます。うんうんうん、結構カード持ちたい派なの で、うんうん、で今日特に月末なんでキャッシュカードも入れてるんですけど、なるほどなるほど、それも全部入ってくれます。うんうん、なんで安心感もありますね。で、今お札も2つ折りにして収納してるんですけれども、うんうん、ちょこちょこ動画でも言ってるのかな、私はお札を1000円の2つ折りの束と5000円1万円の束に分けて入れるのが好きで、でも1000円だけ必要な時はもう1000円の束だけ出してきて、こう2、3枚くずつって出してとかっていうのをしてますね。うんうん、今、まあ、ちょっと普通のワンピースなんですけど、ポケット入るんですよ、これが良くて。おお。なんか雰囲気とかお財布ちょっと出すときのお財布でもポケットに入れときたいですね。うんうんうん、もうこれは個人の好みなんですけれども、うんうんうん、でもその日着てる服によっても変わるんですけど、うんうん、ポケットにちゃんと入ってくれる薄さ、うんうん、大きさで定期入れも兼ねれて、うんうん、でカードもちゃんと入る、うんうんうん、めちゃくちゃ万能じゃんと思って最近よく使ってますね。
ビジネスシーンでね、こうちょっとスッキリもしたいとか、ジャケットスタイルでスッキリ、ポケットに入れたいんだけど、厚みが出るとちょっとシルエットに響くから嫌っていう方にも結構おすすめなので、うんうん、割とこう、男性の方にもお使いいただきやすい、うんうん、で女性の方も持ってたらちょっとクールな印象になるっていうようなお財布かなと思います、うんうん、はい。お選びの展開が気になるとか、もうちょっとお財布のことを詳しく知りたいという方は概要欄の方に URL を貼っておきますので、はい、ぜひそちらからもチェックしてみてください。はい、では最後までご視聴いただきありがとうございました。ありがとうございます。